はいどうも、プレスの T です。今日はですね、二次試験直前の注意点というところでお話していこうと思います。皆さんね、二次試験対策しっかりやってると思うんですけれども、まあね、当然過去問を解くっていうのはまあ当たり前として、それ以外にもですね、何個か注意しておいた方がいいことっていうのがあるので、今日はそれについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまず一つ目なんですけれども、これは超基礎問題ですね。今皆さんは二次試験対策っていうのをやってるわけです。で、めちゃめちゃ難しい問題を毎日毎日解いてるわけですね。で、そうなってくると意外と基礎的なところっていうのが抜けたりしてるんですね。で、まあ単純にレベルが低いだけっていうんだったらいいんですけれども、盲点になってるようなところが聞かれると苦しいわけです。これ具体的にはどういうところかっていうと、やっぱりね、理系に多い話ですけど、公式ですよ。公式の導出とかって皆さんちゃんとできますか？当然公式っていうのは覚えているんだけれども、あれ？導出しろっていうと困るなっていうケースあると思うんですね。例えばですけども、数三の範囲でサインを微分してくださいって言われた時に皆さんどうしますか？微分しろって言われたら単純にコサインだって答えれるけども、それを問題少しだけひねってちゃんと導出しなさいって言われたら結構困るんじゃないですかね。で、まあこういったところってものすごく当たり前の話ではあるんですけれども、盲点になっていて、それ以降の問題っていうのでも影響出てきたりすることがあるので、まあ、余裕がある人はですね、しっかりと公式のチェックとかっていうのはやっておいた方がいいですね。まあ、これはもちろん文系とかにも言われるような話で、当たり前だと思われているようなこと、丸暗記で済むよねって言われていることこそ、やっぱりね、議論しましょうみたいな問題が出たりすることがあるので、そういうところにしっかりと着目して、まあ、対策をしておくっていうのがすごく大事になるかなというふうには思いますね。で、2つ目なんですけれども、これはですね、1つ目の内容と少し被る話ではあるんですけれども、すごく大事になってくるのが網羅性ですね。網羅性ってどういうことかって話なんですけれども、まあ、二次試験対策、過去問とかがしっかり用意してあるようなところっていうのは何回も何回も解いていく、何年分も何年分もやっていくっていう風になってくると、大体傾向って見えると思うんですよ。大体この辺聞かれるよねみたいな。で、それってまあ確かにいいことではあるんですけれども、あまりそこに傾倒しすぎると裏をかかれるってことがあるんですね。今年に限って今まで出てなかった問題がポンって出てくるとか、これまあ僕とかのも経験があるんですけれども、基本的には理論科学と有機化学しか出てなかったのに、今年に限って向きが出たとかってことってあるんですね。で、傾向からするとずれているんですけど、それって誰にも文句言いようがないですよね。だって出たんだもんって話でね。絶対出しませんって書いてあったら文句を言えばいいんですけれども、まあ、そういうふうに明言してあるってことはあんまりないわけですよ。だからこそあまり出ないかもしれないんだけれども、まあ、少なくともね、共通テストでやった程度の内容っていうのはしっかりと見ておくっていうのは大事ですよ。やっぱりね、1ヶ月とかでも記憶ってどんどんなくなっちゃうんですよね。で、触れてなかった部分っていうのは本当にごっそり抜け落ちてるっていうケースがあるので、本当にね、そんながっつり時間かけてやろうっていうんではなくて、パラッと見ておく、教科書をざーっと目を通しておくとかっていうことだけでも全然違うんで、ぜひね、皆さんそういうところにも少し時間を割いてみるというのはすごく大事になってくるかなっていうふうには思いますね。で、最後3つ目なんですけれども、これは親への対応ですよ。ここの部分っていうのはちょっと考えておいてほしいんですね。別にこれはね、勉強は全然関係ないんですよ。で、勉強とかは全然関係ないんだけれども、やっぱりね、ストレスとかっていう部分で考えた時に、親御さんとかの対応っていうのをどういう風にしていくかっていうのを考えておく必要性があるんですよ。まあ、親自身がどういう風にしろっていう話はもちろんあるんですけれども、まあ、これ見てるような、まあ、受験生の皆さんっていうのが親にどういう風に対応していくかってところで考えてほしいんですけれども、仮にね、皆さんが親だったらどういう風に思うかと、当然心配にはなるわけですよ。共通テストの結果っていうのを見て、まあ、ある程度いけるかなっていうふうに思ってる人もいれば、そうでもないっていうふうに思ってる人もいると思うんですよ。で、しかもいろんなところでまあ言われるわけですよ。塾であったりとか学校であったりとか、三者面談でいやいやちょっと厳しいですよみたいなことをね、言われていて、いやうちの子本当に大丈夫なんだろうかと、ここで受けるって言ってるけど受かるかなとかっていろいろ不安になってるんですね。で、そうなってくるといろんなところでね、まあ、リサーチとかをしてきて、あれをやったらいいんじゃないか、これをやったらいいんじゃないかとかいろいろ言ってきたりすることってあるんですよ。で、これって正直うざいでしょ。で、うざいのはわかるんですよ。まあ、僕自身もうざかったっていう記憶があるんで、まあ、それはまあわからんではないんですけれども、まあね、そういうもんだというふうにちょっと一回冷静にまあ聞いてみると、まあなるほどねと、親も心配しているんだから、まあそういったところで少しまあガチ切れするんではなくてね、まあそういうふうに心配になって言ってくれるな、ありがとうありがとうぐらいのところで流しといてほしいんですよ。真面目にそのやり方がいいか悪いかとかっていうのを議論したところで、それって時間の無駄でしょ。いやお父さんと、そんなやり方で今やっていても絶対に間に合わないと、
だから僕はこうするんだと、あなたのやり方は間違っている、それで論破したところで得られるものって何もないじゃないですか。むしろ家庭内がギクシャクして余計に雰囲気悪くなってね、もう受験どころじゃないっていう風になることだってあるわけで、まあ、結局ね、自分がどうやるかっていうのは自分で決めりゃいいだけの話なんで、まあ、アドバイスっていうところで一つ聞いておくと、冷静に分析するというようなところで対応してほしいという風に思うわけですね。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ、二次試験っていうのはね、科目数もどん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 減ってきているわけですから、そこにどん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 フォーカスしていくと、さらに学校の特性っていうのもありますから、出そうな範囲っていうのも決まってるわけですよ。で、まあ、僕らもね、そのしっかりと傾向対策をするのが大事だっていうふうに言っているわけですけれども、それはあくまで傾向と対策であるというような話であって、傾向に過ぎないんですね。 100% 今年どうなるかっていうのはわからないわけです。で、まあ、もちろんその傾向に合わせて対策をするっていうのは大事なんですけれども、何回も何回も過去問やっちゃっても飽きちゃったなとか、そういう風になってきた時はですね、少し視野を広げて、前半にちょっと自分の盲点になってる部分ってないかなとか、最近全然メンテしなくて忘れてるような知識ってないかなっていうので、ざっと見ておくっていうのはすごく大事になってくるかなっていうところでお話をさせてもらいました。で、実は今回の話で一番大事になってくるのは3つ目に話したような内容で、もう親御さんとかが結構心配してくるっていうケースってあると思うんですよ。で、まあ、そのことについてね、鬱陶しいっていう気持ちはわからんではないんですけれども、まあね、親御さんも心配してるわけですから、まあ、そう邪険せずにですね、 ありがとうと、まあまあ参考にはするわぐらいのところでいろいろ言うてきたことに対しては、まあ軽く流すと、あまりガチで話をしない、ね、ここでいろいろと論争になったところでプラスになることってほぼないですから、まあね、いろいろと話を聞くとか、まあ、あまりね、話をする機会も減ってると思うんで、あ、そういう話もあるんだな、うん、ありがとう情報ぐらいのところで流しておくというようなところで、まあ、冷静な対応っていうのを心がけてくださいと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。